チャオ。こんにちは、レッドストーンボーイ赤石です。カズヤさんみたいなあの氷出しコーヒーをやりたい。いや、何言ってるかというと、知ってます？皆さん、あの氷出しコーヒー、まあ皆さん大体このチャンネル見てくれてる方は知ってると思います。カズヤさんがやってた氷出しコーヒー、あれ普通にドリッパーでやってるじゃないですか。エスプレッソでできるんじゃないかなってちょっと考えた結果、できちゃった。これを今日は紹介していきたいんですけど、でも僕の中であったんですよ、やっぱりトロトロのまま冷たいエスプレッソを飲みたいじゃないですか。それ再現しました。っていうかもうやります。もう名付けてエスプレッソギアッチョ、これやっていきたいと思います。まあ日本語で言うとただ単のエスプレッソボーリーってやつなんですけど、イタリア語にしただけです。これやっていきます。お願いします。ということで、エスプレッソ氷、名付けてエスプレッソギアッチョをやっていきたいと思います。で、もうね、僕の中であるんですよ、その自分の中のそのエスプレッソギアッチョどんなんがいいかなっていうので、まず一つ、まあもうそもそも甘いエスプレッソ、そしてトロトロ、なおかつ冷たくする、この3つを揃えたものをカテオマシンでできるんで、これ皆さん真似してください。で、結局あれなんですよ、じゃあそういうエスプレッソ抽出してお砂糖を入れて混ぜて氷入れたらええやんって思う人多いと思います。多いと思います。これだったらクレマ飛んじゃうんですよ。でも甘くしてクレマ残しつつ冷たいやついますわ。まずですね、もうエスプレッソマシン用意してください。で、家庭用でも業務用でも全然大丈夫です。まあ今日はね、このスティローザと、まあ、ソリスでやっていきます。で、豆は、イタリアのブレンド、まあ正直これ何でもいいです。濃いのが好きやったら、うちの新しくなったエスプレッソイタリアの豆使ってもらってもいいですし、まあその酸味がちょっと香りが好きやなみたいな方は、まあレッドストーンブレンドでもいいですし、まあ他のコーヒー屋さんで、まあ、買われてもいいと思います。まずはね、豆のグラム数、これ51ミリのポルタフィルターやったら13グラムでいいです。でも早速引いていきます。はい、ギアッチョ、ギアッチョって覚えて、イタリア語で氷っていう意味やから、ギアッチョね。これもうそのままです。これもう入れてもらいます。あー、やっぱりナイス締めるよ全然。いや、今日もここまでいい香りなんですけど、ちなみに今日の豆は何ですか？いや、これ前回紹介したあれですよ、新しくなったイタリアのブレンドね、イントロブを入ったイタリアのブレンドなんですけど、うん、もう何進めるよ。いや、香りやばいです。全然いい、大丈夫で、これ 13g 入れてもらいます。で、はい、いつもやったら 14g でキツキツでとか言ってるんですけど、ね、キツキツにしなくていいです。今日はこれ何でか見てください、今からやるんでね。で、引き目はね、1、2、3、3でやってます。ソリスの3でやってます。はいはい、ここでやってます、今日はね。はいはい、で、ここで、まあ、13グラム入れましたと。で、通常通りタンピングもやってくださいはいはいはい、通常通りね、タンピングですよ。タンピングもやってください、皆さん。いやいや、そこは何も変われへんやんって。そうです、今どこ何も変わりません、いつも通りですはい、じゃあタンピングしましたとね、しました。はい、じゃあこっからですよ。お砂糖。これ皆さん覚えてますか？もう何年か前に僕やったあれです。あれ？キューバショット。あれ？あれを家庭用でやっちゃってください。うわ、懐しぶりや。そうでしょう、これ。たまに飲むけど。これ、ほんまうまいから。これ家庭用でもできるんでね。これキューバショットします。で、トントントンとして鳴らしてください。で、この後はタンピングしなくていいです。このままつけて抽出していきます。で、ここでポイントなんですよ。いつもやったらラテとすればリストレッドでとか言ってるじゃないですか。今日はダブルのポルタフィルターでシングルショット、まあ普通のエスプレッソ取っていってください。で、2回楽しめるんで、1個は普通にキューバショットとして楽しめます。
で、もう一個はエスプレッソギアッチョとして楽しめます。だからね、今からね、この透明グラスのここにね氷を入れていきます。楽しいな。はい、じゃあ氷入れます。氷入れました。まあ、いっちゃいましょうか。じゃあ、いきますよ。で、結構ね、こっからね、僕の中でポイントあるんですよ。まあ、つけるじゃないですか。ここまで一緒です。で、抽出しますよね。この時に必ず氷に当たるように、エスプレッソがだから、もう変な話、もうこんなんでもう当たってて、氷にね、とりあえず氷に当ててほしい。なるほど。いきます、抽出します。で、トロトロのまま冷たく甘いにしたいから、トロトロのまま冷たく甘い。あー、いいね。あ、これこれないよ。トロトロのまま冷たく甘い。これ見て、クリーム残ってるやろ。うわ、これ冷たくて甘いからね、みんな。これはい、で、はい、止める、抜く、ここが大事なんよ。ここ抜く、抜いたら、あ、用意しなかった。もう氷取って、1個残して、あ、取る、1個残して、で、これで完成です。完成やった。クレマ残ってるから、めっ、絶対うまい。混ぜんでいいからね、みんな。冷たいよ。冷たいし、甘いし、クレマ残ってるの。いただきます。お願いします。めっちゃうまいから、これほんまやってほしい、みんな。これほんまうまいよ。うわ、めっちゃうまそう。最高の朝いけるよ、これ。何？これめっちゃうまい。見たことない。ほんまにこれ一瞬で冷たくてクッていけるね。ほんまにね、これね、もうね、もう嬉しい。まあ、なんか知らんけど、美味しすぎるよ、これ。で、これなんで2個取ったかっていうと、もう結構慌てて取ったんやけど、これ2個置いたまま、もし飲んでしまったら薄くなっちゃうんよ。なるほど。味が。だから2個取って1個だけにしてください。で、こっちは何がするかっていうと、もうそのまま、キューバショットって完成してるんで、もうあったかい、とろっとした、まあ、もう甘くなってるエスプレッソいけるんですけど、まあね、ここはね、そのまま飲むとキューバショットになるじゃないですか。僕はこっから、もう牛乳入れて違う味にします。まあここに、まあ、氷入れるじゃないですか。はい。だから結局氷入れたら、もうなんかわかる、まあ、やってること一緒やねんけど、薄くなるんよ、こうやって。ああ、なるほどなるほど。うん、でも溶けてしまって、そうなんですよ。薄くなっちゃうんやけど、だからこのまま、これはこっち側は僕はね、アイスのマキアートにします。これめっちゃうまいやつ。これもううまい。だから2個楽しめるから、朝から。そうで、これもう食っていける。あ、うまっ。もう甘いからね、これ。最高な汗かいてください。最高な顔してますわ。ほんまにね、これ自分でやっても画期的だなと思った。もう一回ちょっと軽く説明すると、まあボルタフィレットに豆入れる。で、いつもちょっと少なめでいいです。で、その上からお砂糖入れます。で、そこからもタンパクしなくていいね。で、つけてもらってワンショットずつ抽出してください。で、その時に、まあ、氷は、まあ、結構入れてもらっていいです。入れてもらって当ててね、エスプレッソ当てて抽出してください。で、さって抜いて上の部分の氷抜いて1個だけにしてください。で、クッて飲む。もうマジ最高。これ最高やん。まあ、やってほしい、みんな。マジでほんま、これこのテンション伝わるから、ほんまね、これね、めちゃくちゃ美味しいんで、エスプレッソのトロトロのまま甘くて、アイスのこれぞエスプレッソギアッチョ、エスプレッソ氷ですよ。興奮するな。終わりやね、この動画。ちょっと、もう終わりやね。っていう感じで、皆さんエスプレッソギアッチョ、試してやな、試してみてください。ということで、ありがとう。ほんまにね、いや、あの、画期的っていうか、マジうまいよ、これ。うん、いや、見たことない。じゃあ、思いついてやった時にずっとニヤニヤ止まらなくて、え、ワンチャン、もしかしたらこれ見た人、あの、エスプレッソ頼んで言ってくるかもしれない。あ、で、全然できる。こんなんすぐできるから。てか、そんなんでできるんですか？で、お店で。お店でできる、できるけど、家庭用でできるから。あ、全然家庭用で楽しんでほしい。家でもできますし。そうってことですね。だから、あの、氷はね、素早く取ってほしい。薄くなっちゃうんで、そこだけ皆さん気をつけてください。試してこの夏超えてくださいね。ありがとうございます。